ゆうです。やすくです。今日はスー代々木店新しいサロンに向かっておりまして、昨日内装の工事完成して見に行ってきて、今日から荷物こまごました荷物がいっぱい届くようになっているので、それを受け取りと完封なんです。そうやな、開けてセッティングしたりとかしていきたいと思います。あ、お店の基盤ができたから。あ、そうな、飾り付けみたいな、いろいろいるもんがな、うん、やっぱり一人でやるってなるより8席あるんです。あるね、8席分のものを用意しないとダメ。やばいな。だから結構堀江店をオープンした時より量が多い、量が多いので、今日は3人新しいスタッフが手伝いに来てくれるので一緒に頑張りたいと思います。私一人やったらやばかったな。終わってたんじゃん。やばかったです。で、まあ陽介にも難しいやつは組み立ててもらえればなと思います。まあ1日密着、うん、1日密着しようと思います。ということで一緒にサロンの中にいてくれるので、頼れるところは頼って、男の人がね、おらんからお願いしたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。いえいえ、はい、では、あ、で昨日も無印行ったりいろいろついてきてくれて、今日も後ろに積んできたのでそれも持っていきたいと思います。はい、はい、ではそんな感じで今日の1日スタートです。出そうか。出してくれ。重たいな。一人では無理？いや、いけるで。いける？あ、じゃあ無理。頑張る。無理よ。いける。体全身で。待って。体と一緒。体全身で支えてる。When we wake, hear the birds and see the sun.Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. いいやん。かわいい。2席ずつ椅子の背振りを変えてて、全部一緒にするのなんかもったいないって発掘してん。これ誰もいるの？お客さん、お客さん。こんな感じで歩くと思う。ドラッグスター帰り。ドラッグスター。なんか届いた？冷蔵庫。電子レンジ。冷蔵庫。紹介中。荷物が届くまではこういう仕込みをしてます。はい。で、これは終わりました。あ、さっきあのいっぱい減っちゃう。いっぱい荷物が届いております。ななみちゃんが1個作るのに間違えまくって3回作り直しその間に陽介は4つ作った。もうすごい頑張る。私は2個作った。2個作ったダントツですね。ななみちゃんはもうでもこれに愛着、愛着が来ました。自分の椅子にするな。これは私の椅子にしよう。毎日してるんやけど。え、ほんまやもん。どこでもじゃあ、これはさ、ほら横にこんなんかいするやん、普通、横でさ。え、なんかこのフロントって書いてるやん。で、こうなんかこれ自分専用やで。絶対やだ、それ。いっぱい荷物を。気になってたでっかい餃子を買ってきました。みんなも気になってて、嘘で、ななみちゃんとよしけはご飯大盛り勝手に食べるキャラになってる。ななみちゃんが、いただきます。ご飯大盛り。嬉しそう。勝手に大食いキャラ、大食いやと思って。これかけます。あ、かけるかな。どう思う？こっち送るんじゃん。こっち食べる。やばい、こんなやばいな。バネでバーッとなりません？なるな。いけるの？いただきます。はい、米ね。米食ったの？米食った。噛んだら手に手にしか飛んできてんけど。
そんだけあれや。え、なに？え、消防士？小籠包。え、飛ぶで。私だけ飛ぶ。めっちゃ。あ、出てるな。うん。美味しい。肉厚。うん。あれやろ？やばい。今水鉄砲みたいな。いただきました。カッターもできたのか？カッターの方がいいかな。行きました。行きました。無理やろな。いいよ。全部段ボールは。何のチェアかなこれは。これはチェアじゃないやろ。あ、ちゃうわ。それはチェアじゃない。可愛いチェアが出てくるんじゃん。それを見せてあげたほうが。可愛いチェアが。下手くそや、もう買ったのがいいかな。ある。ももちゃん慣れてんの。早い。なんでしょうか、この。何それ。何これ。フットのあれや。この子、足置くところ。あー、おしゃれな、セールだ。なかったな。こんなことまでするんって感じやろうな。めっちゃ楽。あー、オッケー。やべー、え、やばい。噛んでしまいな。キラ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 。テンション上がった。嬉しいな、いっぱい。すごい、すごい。綺麗に使いましょう。仕分けしなかった。じゃあ行こう。かわいい。大切に使おう。びっくりした。ダンボールが。思い出に残るから。やった。ちょっと待って、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 ちょっと名刺をもらった。新社会人やもんな。かわいい。今は仕分けをしております。材料の使いやすいように。気にしなさいよ。マジでそんなことしてない。一旦これ見て、引き続き明日やります。もう7時やな。今日朝からな、やりやりして。この会計余計ちょっと神経使う。はい、みんなを送り届けて、マックルをドライブスルーして帰ります。9時までしか空いてないからね。そうなんですよ。マックルぐらいしか食べれるものがないです。はい、では帰ります。はい、ちょっと帰ってからもパワーがある限りやろうと思いまして持って帰ってきました。トレッシングずっと見えてるな。これを分けていってるんか。そう、使いやすい。すごいな。